46.7、体脂肪 8.1。 大会まであと6日。なんか自信がありません。弱点まみれ。筋量少ないし。カットでええし。どうしたらいいん？おはようございます。やばい、もうあと6日やねんけど、1週間切ってんけど大会まで。ん？もう私は最近不安で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 す。昨日の晩なアロー法、あ、運の話じゃないんやけど、めっちゃ寝れてん。昨日なんかほんまに体が疲れてて、もうずっともうなんかみたいな、日中な、こんな動画ではめっちゃ元気やねんけど、切った瞬間もうみたいな女やってんやんか。多分体と脳みそが疲れてるわと思って、昨日湯船1時間使った言ってたやんか。で、湯船使って、んで9時前にはベッドに入ったんよ。で、いつも何時に寝たとしても5時に目覚めちゃうのよ。本当にクレイジーなんだから。だから寝る時間によりけりで睡眠時間変わってくんねんな。なんなんやろな、この朝の5時に絶対起きてしまう現象。1時に寝たとしても5時に起きる、12時に寝ても5時に起きる。じゃあ早く寝たらもっと寝れるやんと思って、昨日マジ8時45分ぐらいに寝たんよ。そしたら5時に起きてん。しかも一切起きんかってん。だからめっちゃ寝れてん。っていうことは私は早く寝た方がいいということで、もっともっと朝に活動を持ってきて、睡眠と自分の体を癒すっていうことを徹していきたいと思います。乾杯。ファイナルグリーンです。こちらグルタミンも入ってます。これを飲み出して2年ぐらい経つんやけど、これを逆に最初に飲まへんかったら、ご飯入れるんがなんか内臓が追いついてへん気する。うー、最近私は不安なんだ。実はこう見えて韓国のステージはもう憧れのステージやから、もうなんて言ったらいいんやろうかな、
ドキドキワクワク楽しみって感じやねんけど、まあ、もちろんね日本の東京大会もワクワクやねんけど、今までナバの日本の大会2回出てきて2回とも成績が2位なのね。で、まあ、まだ2回目やからまだ全然ペーペーで、ペーペーのやつが何言ってんねんって感じやねんけど、2位ってさ、まあ、一番悔しいのよね、ポジション的に。もうすぐであとちょっとで1位やったかもしれへん、やったーって慣れたのに、慣れたはずやのに、まあ、圧倒的に負けてる可能性もあるけど、比較した時にうーんこっちの人よりこっちの方がいいなとか、パッと見た時にこっちの人の方が花あるなっていう最後の一歩で、あーって なってんのがめっちゃ悔しくって、で去年もそのリベンジの大会やったけど、まあ、今年もまたそのリベンジみたいな3度目の正直とかいうさ、まあ、言葉あるけど、正直まあめっちゃ不安。いただきます。改めまして美味しい。日本やからさ、まあ、日本語で発信してるからさ、みんな見てくれてるやんか。会場も応援行くよって言ってくださってる視聴者さんいっぱいいらっしゃるし、まあ、知ってる選手が日本の方が多いっていうのと、だからまあ SNS でも見ちゃって、まあ、自分の方が全然筋肉ないとか、あ全然絞れてない、もっと有酸素しないとあかんのかなと思ったりするけど、有酸素したらしたでさ、他の選手はそれ有酸素したり、あの食事削ったりしても筋量が残るかもしれへんけど、私の場合はもうすでにさ筋量が少ないね、もうペロペロやねん。めっちゃトレーニング頑張ったつもりやねんけど、まあ、なんか減量したらあんまり残りませんでしたっていう、まあ、私はまあ残りませんでしたっていうだけやねんけど、別にそれが悪いとか悪くないとか、もっとこうしなさいとか、まあ、言われるあれとかでもないと思うんやけど、まあこう減量してみて、まあ、気づくことあるよね。あの人はそのやり方でいいけど、私がそれをやってハマるのかって分からへんし、最終調節のコンディションとかで皮膚感変わってくるし、少し不安です。最後の1週間調節って一番体の仕上がりで一番変化があるから、ほんまに1週間毎日体が変わっていくし、ポージングの角度とか見せ方でも全く違うから、ほんまに最後まで切り抜かれへんから、最後の最後こそ大きな変化があるから、ほんまに慎重にやっていきたい。うん、美味しい。それぐらいは私は本気だ。でもね、前の大会の1週間前よりも明らかにコンディションはいいんだよな。見せ方の癖。今日は日曜日なので、ちょっと日曜日らしく過ごしていきたいと思います。あ、朝から足トレ3種目もきつすぎるけど、でも自分の目標のために頑張る気はないっしょ。頑張ります。今日もん、みんなも頑張ろうね。ほんまに途中諦め、昨日撮った動画、今日アップする分が編集終えました。まだ、あ、10時になっちゃった。まだ10時やけど、すごっすごっ自分でも。もうな、目がやばい、疲労がやばい、もうクマやばいし、目の奥が痛いし、はあ、でもみんなに今のリアルタイムを届けたいから、チャビさん頑張るね。大会直前の脂質入れるとか炭水化物入れるとか、そういうちっちゃいさ食事の変化ってめっちゃ大事やねんやんか。前回の大会の時、大会前日とか当日とかそんなにいっぱい食べなくって、メインで言ったら炭水化物メインでバナナとかお米とか入れてんけど、今朝ごはんの鮭とオートミールとあと脂質と塩分結構入れてから、3、4時間経ったんで、それ食べた後の体の張りとかを今ちょっと実験中なので見てください。若干さ、朝一のさ何も食べてない状態よりもさ、水抜けて筋肉の張り感出てこやん。食後の方が意外と水は抜けるのかもしれない。上半身の肩の盛り上がりも私あんまり、あ、他の選手と比べたらあのボリュームがなかったと思うんやけど、鮭とオリーブオイル結構油入れたのが良かったのかもしれない。データを取るために今ちょっと動画回してみました。わかんないよな、何がいいのか。
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. ご飯ができたよ。はい、というわけでお家に帰ってきました。このクリップの前の瞬間、つまりこうパソコンやってる瞬間まで動画編集できた。追いついた、よかった。はい、昨日と食事一緒なんであんまり詳しくやらないんですけど、ちょっと今日はちょっと沖縄の無添加オクラっていうものをスーパーで見つけまして、ちょっと食べたくなったので食べます。きゅうりめっちゃ立派。夏のきゅうりマジで大好き。塩も何もつけない、ヘタまで食べる、きゅうり変態女です。はあ、今日やっぱさ、昨日の夜めっちゃ寝た分めっちゃ元気。トレーニングもなんかめっちゃいつもより元気出た。食事増やしてるとかじゃないんだけど、やっぱ疲れてたのよ私は。うん、アスパラあんま、何じゃこれ、甘すぎるだろ。もうだって6日やろ、明日になったら5日やろ、で明後日になったら4日やろ、その次の日もう3日前やで。当たり前なこと言うてるけどやばいってほんまに。今日やばいのがさ、ジム行ってカードケース忘れてたみたいで、やばって思って連絡来て取りに行って、でジム終わって帰って、ボトル忘れてまた取りに帰って、で外出てなんか眩しいなと思ってサングラス忘れてまず取りに帰って、もう忘れ物しすぎ、もう脳に栄養足りてない、早く入れたいね。ほんまに減量末期あるあるやと思う。 何事も忘れんの、ほんまに注意しないといけない。トメイト、という感じでですね、本日も終わりました。この後また半身浴して、半身浴っていうか全身浴しようと思うんだけど、割とさ筋肉元気かも。今日は背中トレやったけど、私は肩がちょっと弱点なので、上半身のボリューム、インパクトが欲しいので肩と腕とちょっとやってんけど、いい感じよね。朝一はやっぱしぼんでるけど、一日栄養を取ったり動いたりして肌の水分が抜けていくとちょっと見え方は良くなります。そんな感じで、今日も以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また明日も皆さんお会いしたいと思いますので、ごめんめっちゃうざいな。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。大会まで全力で駆け走っていきますので、みんな一緒に頑張っていきましょう。ということでまたお次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。違う、また明日ね。Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is